Jファンの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。今日は J リーグファイナル9回戦をお送りいたします。解説はおなじみの中西哲夫さんをお招きしています。中西さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。画面はホーム側の予想フォーメーションです。中西さん、本日の試合どのようにご覧になりますか？はい、ここはどちらも勝負どころなんで全力で来ると思いますし、彼らの全力プレー期待したいですよね。まあチーム全体として実力を発揮できれば結果はついてくると思います。なるほど、どうもありがとうございます。選手たちがピッチに出てきました。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。あ、いいですね。さあ、熱い戦いが今始まりました。では立ち上がり、じっくりと見てまいりましょう。あっと、何もできない。うまくコミュニケーションが取れてないですね。ハーパーアンジェル、ゆっくり回します。奪いました。ボールが滑ります。ラファエル、味方を探す。ちょっとまだお互い探り合ってる感じですね。第2節どうするのか。あっと、何もできない。本当ですか？じっくりとパス回し、パスをつないでいく。ドフーリー、貴重な先制点を挙げた。あっという間の2対0。アリエル、ブロンドの矢が放たれた。いい感じで入ってきましたよ。ボールが滑ります。第3節、中西さん、この時間で2点差になりましたが、まあ、2対0ですからね、長い距離から思い切って狙っていくのもいいかもしれませんね。そうですか、わかりました。藤方、おっと左に出した。頑張りました。ここまでは圧倒的にボールを支配しています。このリードを生かして試合を進めたいところです。またチャンスですよ。このままの運動量で最後まで相手を圧倒してほしいですね。そうですね。飯塚、来た来た。ゲームメーカーとしてチームを率います。いやー、ゴーレーの嗅覚は本当にいいものを持ってますね。これは弾かれた。ここでインターセプト。まさしく頭脳プレー。これは狙ってましたね。力強いドリブル。誰も彼を止められない。これで3点リード。前半ですが、実力差を見せつける形になってきましたね。サイドからの攻撃だ。抑えられません。さらにリードを広げますと、ここでロングフィード行く。キーパー動けない。容赦ない一発。第4節、圧倒的にリードしていますが、中西さん、タグどこまで叩きのめせば気が済むんですかね。いきなり打ってきた。狙ってくるかもしれませんね。アンラワン、左に展開します。プッシュ、中を狙ってきた。あーっと、これはやってしまったか。やっちゃいましたね。こういうプレーは注意すべきなんですけどね。この土壇場で踏ん張ることができない。唐突な悲劇の訪れに全てが焦然としています。ざっと振り返ってみましょう。中西さん、本日の試合どのようにご覧になりますか？はっきり言ってちょっと凡戦だったんですけど、見るべきところもあったと思います。最後まで集中力を切らさずに無失点でいったことは評価できると思います。そうですね、ありがとうございます。そしてこの場面です。大事なところでミスキック。やってしまいましたね。ちょっと慌てましたね。うん、なるほど、どうもありがとうございます。大変残念ですが、そろそろお別れのお時間です。
本日の解説は中西哲夫さん、実況はジョン・カビラでお送りしました。中西さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それではフットボールファンの皆さん、ごきげんよう。さようなら。さようなら。